東京優秀第73回東京優秀第73回東京優秀ゴール前の攻防第73回東京優秀は2006年5月28日に東京競馬場で施行された競馬競争である名称サムソンがサツキ賞と日本ダービーの2冠を達成での優勝を果たした同年のサツキ賞では 前年の JRA 賞最優秀に最後場となった、朝日杯フューチュリティステークスの覇者フサイチリシャール、弥生賞馬アドマイアムーン、セレクトセールで3億3000万円の最高落札価格場で、サツキ賞前まで無敗の4連勝を挙げていたフサイチジャンクに注目が集まっていた。人気もこれらの馬が集めていたが、優勝したのはスプリングステークスを勝った名称サムソンであった。 続く、東京優春は、これらの馬に加え、青馬商馬、アドマイアメイニや、同世代では2歳児から評価の高かったマルカシェンクも、京都新聞杯での復帰から続いて参戦するレースとなった。その中で、名称サムソンが一番人気に支持された。当日の東京競馬場の天候は晴天ながら、馬場コンディションはやや10と発表された。出走馬18頭のうち、17頭は、 立党所属場で、美穂所属場で、東京優秀出走にこぎつけたのは、ジャリスコライトただ伊藤であった。勝利騎手、石橋守るレースは、アドマイアメインが先頭。4番手の内コースに名称サムソン。不イ地ジャンク、アドマイアムーン、マルカシェンク、ドリームパスポートは、後方から10番手以降に待機。ペースは、スローペースで推移。後面で、ビクトリーランが、 競争中止となるアクシデントが発生するが、他の17頭に影響はなく、淡々とレースは流れる。4コーナー直線手前で各馬が動き出すと、内コースに入れた名称サムソンが外へと持ち出す。そして17頭直線での叩き合いとなった。最後の直線では、先頭のアドガヤメインに、名称サムソンが馬体を合わせると、この2頭の叩き合い。この2頭に追従する馬はカイムで、 そのままの叩き合いは名称サムソンが抑えて1着、入線2着にアドマイヤメイン。3着に、後方待機のドリームパスポート。2番人気に支持されたフサイチジャンクと3番人気に支持されたアドマイヤムーンは掲示板に乗ることなく、見せ場ないままレースを終えた。データ。ありがとうございます。